はい、こんばんは。オールナイトニッポン555 and goes on。この曲いいね。ああ、この曲ね。うん。あれだよ。うん。さっきの曲ね。そうそう。うんうん。やっぱね、オールナイト、日本のね。俺はね、でもあの頃ハガキだったじゃん。うんうん。で、俺そこまで飲めってなかったけど、中学校の時に、中学校2年か3年の時あれ始まったと思うんだよ。うんうん。みんなラジオ聞いてんだよね。それでハガキが読まれたとか、それで例えば清水市の山梨さんとか、はいはいはい、そんなやつはいっぱいいると思うよ。まあいるだろうね。うん、それで山梨っていうやつがいて、そいつが送ったらそれが読まれたと思い込むお人よしなんだね、みんな。例えばじゃあ静岡だと浜松市の鈴木さんだっつったら、浜松なんか鈴木しかいないからね。いや本当に本当だよね。でこの扇風機なんですけど、はい、これですね。僕あのこういうものは中古屋で買うんだけど、そうだね、もういきなりおいいじゃんって思ってみたら首振りませんって書いてあるね。書いてあるところ、書いてあって、まあまあ丁寧だね。3000円だったの。3000円、別に、あ、いいよね、これ。そんなに悪いやつじゃないよ。まだ新しい。首振んなくていいよ。うん、ほら首が回りませんじゃ嫌だけど。首が回りませんって。首がこう動かで、これ上下左右になるタイプ、グーってなるタイプだったんだよね。だったんだよね。だからちょっとね、パンって叩いたら、はい、上と下にこう動きたいのかなっていう意思表示だけはあったけど、すぐに止まった。それがとどめだったんじゃないの。今日はですね、はい、めでたく、値上がりしました。みんな値上がっちゃったね。GT1 ですね。はい、これあの今ね、はい、2万、これ本体だけで2万4、5千円に上がりました、うんうん、はいはいはい。俺のところは、まあ、電話であれだけど、はいはい、そこまで高くないじゃん。これでこのケースもあるわけで、はい、このケースもね、俺のケース付きでってこと。ケース付きじゃない、あ、別だよね。でこのケースも6600円なんだけど、はいはいはい、そんなしねえから。ああ、うん、っていう。でこれアダプターがこんな、はいはい、金額はね、またね見てもらえばいいと思うんですけど、うんうん、あの砲弾って書くけどね。砲弾なんだ。うちの数字出すと、クレームが来ます。ああ想定売却とかさ、オープンプライスとかってオープンプライスじゃないじゃんね。でこういう感じで収納されて、はい、でここにシールドとか入れる。なるほど。であの昔の PSA の100、はい、持ってる人があの PSA 持ってるからって言うんだけど、うんうん、あの基本的に昔のやつは200ミリアンペアなんです。そうですね。でこれモデルチェンジして、まあ、これが出た頃、うんうん、500ミリ、25倍になってるんで、で、いろいろ試しましたけど、やっぱりボスの PSA はノイズがない。そうなんですよね、うん、これは本当にそうなの、うん、ノイズ処理をしてるんだそうですよ。そうなんだ、うん、聞いたらやっぱり、でも絶対台湾か中国産だよね、こんなの。お、でも回路は日本から出てるからね。とかな。でも台湾だったらクオリティは高いはずよ。そうかな。うん、ほんとほんとほんと。今の電子機器のもう大半は台湾だよ。知ってるよ、知ってるけど、もともとそんなのを開発する知恵あったんだろうか。あったんじゃない。だからっていうか日本からの輸出だと思うけどね。そうそうそう、全部が、うん、ね、だから、うん、そうそう、もうこれのケースに関しては、はい、ケースね、格安でつけようと思う。おお、ありがたい話や。で本体も、うん、ね、仕入れで2000円ちょっと上がっちゃったんで、上がったんですね。これは今までの値段にその上がった分だけ乗っけるつもりなんで、はいはいはい、
だから利益率下がるの分かるでしょ。分かる分かる。こういうの言っても分かんないやついるから、ね、利益率とかで普通は利益率分仕入れの上がった分に対して乗っけて総額になるけど、うん、もう気の毒なんで、うん、僕は上がった分だけ乗っけます、ね、はいはいはい、だからそうですね、仕入れで2000ちょっと上がったんだよ。2000税、2000プラス税みたいな感じ。そうそうそう、だからこのケースも定価5000円だったのが6000円になってるし、うん、ね、まあ便乗値上げもあるのかな、したらね。いいですよこれ。これかっこいいよね、軽いし投げない。これも、はい、これが3点セットでお得かなと。ああ、そうですね。でこれ例えば俺は内緒だよ、うん、ここにあるんだけど、これを最初に通してからここにつなげる、オーバードライブね。あと、うん、電池があやふやじゃんこういうのって、あの何時間使ったなんて思ってないから、うんうんうん、いつもその変えてると安くないじゃん。9V、 9V は高いですね。だから俺はあのこうやって電源アダプターをつけてます。はいはいはい、はい、これはなんだよ、これイカ釣り漁船みたいなこれあの PSA の100、はいはいはい、の最初のところにあのこうやってつけると、うんうん、これは5個までつなげられるやつ。おお、だからパラできる。パラもちろんこの何個目かは、GT1 にこう足して、うん、っていうやつ で、うんうん、でこれがないと、うん、PSA2 個使わなきゃいけない。そうね、だからもうこれでパラって、うん、で安心と。そうそう、電池よりはいいですよ、やっぱり普通の電池の方がね。金かかんないもそうだし、うん、どのくらい残ってんだろうとかって考えなくていいもんね。そうですね、電気の方がいいよ、うん、しかも会場の電気だしでこれもそれこそ1000円するかしないかなと思うんだよ、これイカ釣り漁船。はいはいはい、確かに安かったよね、うん、絶対その方がいいと思うし、うん、で、とりあえずもう上がってるんですけど、はい、僕中端を10台してあったんで、はいはいはい、それに関しては、うん、旧価格で出します。旧価格のままってことですね。でこの間もう一回追加で、うんうん、悪いけどさ、うん、まだ出してないんだったら15台に買いといてと言って出上がりした後に無理強いしました。だから15台までは旧価格で出します。はいはい、でこの間まで5個あったんですど、うんうん、値上がりするっつったらもういきなりずっと4つ売れてで今年は今月は年金月なんで、そうね、あんまり年金でカツカツの生活してる人たちも、うんうん、それでもなんか、砂漠のオアシスみたいな。まあそうですね、大事大事。偶数月はよく売れます。あ、はい、だからきっとこれ1ヶ月でなくなると思いますので、うんうん、15台、うんうん、16台だからありますが、うん、早めにどうぞ。そうですね、もちろんモードを全部入れて出すという感じでございましょうか。ええ、で時々外れってのがあって外れ入れてないやつ送られたらもう一回送り返してる外れなんてあんの？外れあんの？マジでダメじゃん。入れ忘れたんですよ。徹底しなきゃ徹底。大丈夫っていうわけですね。はいはい、はい、だからそれ入れたやつに何このなんかシールみたいなの貼っとけばいいんだよ。こうやってね箱に。で、うん、よくあるんですけど、はい、このケースを、はい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 、こうやってまあこれは中に入るんだけど、うんうん、荷造りすると寸法が微妙なラインで超えるんですよ。そうですね、今配送がなかなかうるさいんだよね。そうそう、そうすると何百円か高くなっちゃうんで。そうだね、もう気の利いた方は、うん、あ、箱はいりませんから最初からこの中に入れていくとこの1個の送料で済むという。ああ、はい、ということで、うん、まあほらそれぐらいの金額のものを再販しようというふうには考えない方がいいと思いますよ、僕も。
だ箱があると再販しやすくなるじゃないですか。大丈夫、俺のボードが入ってるっていうと中古価格ちょっと高いみたいみたいね。びっくりしちゃうね。付加価値ってすごいもんだよね。付加価値っていうか、まあ、もうめくらヘビを怖がらんとかちょっと当てはまんねえな。アバタボエクボもう全然違うね。もうどんどん遠くなってくね。九州の方ではチンバもダンス。うわ流せねえからもう。流してくれよ。ブブーってピピーっていうね。そうそう、そんな感じですね。はいはいはい、あとは特にないけども、とにかく弦も値段が決まりました。はい、値上げ分上げるわけじゃなくて、値上がり分上げるとすげえ高くなっちゃうんで、そのところはギリギリのところで、まあね、利益に、利益に100円台の数字はそんなに上がんなくしときましたんで、利益のところは吸収するみたいな感じになっちゃうね。はい、もうさ、その絶滅危惧種だよ、もう出会う事件使ってくれる人も、まあまあまあ、そうかもしれないけどね、もういいかと。で、気になるお値段はいくらなんですか。さっき言ったまた、めんどくせえんだって、もう1500円。だからだからだから、はいはいはい、まあまあ打つかな、はい、うん、はいはい。で、あと40セットぐらい、40セット旧価格のやつがあります。はいはい、はいはいはい。まあ、寺内弦、寺内ピックっていうか今無地ピックか、無地ピックで、GT1ね、セットで買ってもらえればね、送料分は安くなるんで。本当だね。まあでも俺、ね、GT1 とか買ってる人は2、3枚入れとくんだよ。ピックね。クそれ知ってる知ってる。それはなぜか知ってる？コマセ？リピーター率高いだよ。わいい、いいもの違うからね、やっぱり。損しないで得取れ。ああ。微妙だね、うん、まあでも実際にそういう感じのね、今だからフルセットで買う人たちも死んじゃったりとかね、老いてちょっと引退しかかってる人たちも多いので、ね、またねもうちょっと頑張ってもらいたいなとは思います。コロナも終わったしさ、アリアの2001年モデルだっけ、うんうん、全然問い合わせないな、やっぱね、かっこ悪いとか言ってた。うわ当たり前だよ。嘘でもなんか、いやいいものよ。まあまあ、それと同じぐらい金額払うんだったらやっぱりちょっと足してグレードの上のやつが欲しいってね。なんであれなんだろうね、あの形、誰が見ても素人のギター分かんないやつが見たら、うん、オズライトとそっくりだなって思うと思うんだよ。はあ、うん、はあ、かっこ悪いよね。アリア、ああいう変なシリーズ結構出してるんだよね。だからさ、うん、どうせならまるっきり違うもん出すね、俺だったら。あ、なんか最初からないものねだりっていうか、負け犬、そうっていうか、デザイナーがね、昔のデザイナーってすごい技術の幅の差がすごくて、すっごいデザイナーもいたんですけどね、いろんな造形デザイナーは、楽器のデザイナーで日本人で素晴らしいのって見たことないんだけど。そうかな、本当俺もよくわかんないんだけど、もともとフェンダーとギブソンを、そう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 、もう抜けないわけじゃん。そうそうそう、そうなんです。何やっても、そうなんです。で、別に抜いたら抜いたで、過ぎたるは何を及ばざるなことして、今日格言の日だね。いやだから進化しちゃダメなんで、エレキっていうのは。なるほど、うん、不器用さに人の手が加わってどこまで広がるかっていう、それをチューナーつけましたとかあんじゃん。ある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 、まあ、演奏中にチューナーなんか見たらどんだけ格好悪いかっていう。そうだよね、うん、まだこれでもコルグなんか 1U のさ、うん、こういうチューナーできてる、はいはいはい、コンプの上に乗ってて、はい、なんか緑色基板バーンってこう動くと光が走るんだけど、見た目がね、あれはかっこいいね、見た目かっこいいもん、ね、でも後ろ向いてチューナーしてるやつ見たことない。当たり前かっこ悪いもん。まあそうよね、うん、まあここにこうつけちゃう、あいるけど、はいはい、もかっこ悪いな、あ俺はね、あいいんだよ、間違ってて狂ったら狂ったまま弾いてりゃ。まあね、イッサーでもあんまりチューナー、まあ最初だけはチューナー使うけどさ、うん、演奏中とかに弦ね、うん、
あのキーダウンしたりってやってピタッて合わせられるから、そういう人って少ないからさ、喋ってるとコード弾いてるじゃん。ああそう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 、あれで見るだよ ね確認してるもんね、うん、お合わせてるとかって思いながらね。これで今なあれなんだよ、もう一回弾き直してるわけじゃないけど、うん、歌のないエリック歌謡曲っていうのが、これはもう ありますね、はい、シリーズでいっぱいあるんだけど、うん、いっぱいありましたね、お店の裏にいっぱいあったよね。これね、やっぱ昭和45年からあの由紀さおりの手紙とか、はいはいはい、あの辺が入ってる LP から、うんうん、あの1枚目が始まるんだけど、うんうん、面白い、へー、聞き直すと、へー、はあ、すげーラフみたいな、あもう平気で間違った音も入ってるし、面白い。契約でやってたんですよね、これって確か。キングレコードと、うん、ね、もう全部持ってるんだけど、うん、あの当時はレコードであれしたけど、今聞き直すと、うん、面白い。お途中からそれ全部オルガンなんだよ、うんうん、キーボードは最初で、途中からなんかこう。シンセではなく、なんか、うん、あの入ってくるんだけど、それ一色しかないわけよ、音が。全然つまんねえんだよ。進化しちゃダメだね。ああ、なるほどね。で、俺は、あの、例えばブルージーンズなんかも、はいはい、最後のところは、ベースと寺内と、ギターで、うんうん、シンセ2台あってさ。はいはいはい。でドラムがあって、うんうん、で、それの LP を買ったんだよ。ほとんどスタジオ録音だからこれ、レジェンドってやつね。へー、うん、やっぱりね、会長いつも言ってたんだけど、うんうん、どのバンドと一緒にやりたいですかって俺が25ぐらいの時聞いたら、うん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 、ウィーンフィルダーってわけ。おぉ。N 響でもいいかなって。もうフルオーケストラでエリキがメロディーっていうのをやりたい。だから今思うと昭和43年のエレキギターの全てで、うんうん、あのニューハードとか、うんうん、あのなんか急がば回れなんて。名アレンジだと思ってるわけ、今でも、うん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 、で、じゃあ同じこと今できるかって言ったら、うん、あんなにこう音楽のある管楽器吹ける人が今いるのかなって、うんうん、だって PA で拾えばいいわけじゃん。そうね、だけどそこじゃないだよね、のけぞる音楽っていうのが。ダイナミズムってやつですね。うん、だから会長もよく俺に言ってたけど、強く弾けないやつが弱く弾けるわけねえだろって、うん、なるほどって言ってたんで、意味わかんなくて、うんうん、20代前半でそんなこと言われても、はいはいはい、わかるね今は、うん、会長はやっぱりあの当時のその宮川先生とかね、うん、あの辺のなんていうかな、とてもすごいじゃないですか、当時のアレンジって。はっきり言って、ね、今とは比べ物にならないと思うの、まあ、今のオケをやってる人たちには失礼なんだけど、でも本当に素晴らしいんでね、それをイメージっていうのは多分ずっと残り続けてるのかなって。まあ、いいこと言うけど帽子厚くね、やがましいわ。お前失礼だ。いいんだよ、まあ、肌色にしろ。それこれ髪の毛と一緒だから、チンポ頭みたいな。やめんかい、人と友情か、やめんかい、うっかりマークも。それでな、うん、で俺は、うんうん、シンセ2つっていうのは、はいはい、いらないと思う。あだってエレキバンドなんだから。ああ、まあそうね、俺あの亡くなったから言うわけじゃないけど、うん、生きてたら言わないよ。なんかそんなおねだりしなくてもいいのに。あエレキバンドのままで俺はね、もういてほしかったんだよ。シンセってやっぱりなんだろう、代用品だからね。まあまあそうですね、うん、これはやっぱ会長がオーケストラをバックにやりたいっていうのは
分かるの、分かる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 、うん、よく言ってた日本の歌手で、うん、フルオーケストラバックで、うんうん、ボーカルがちゃんとこう抜けてくんだ、布施明ぐらいだなって、ああそうでしょうね、って言ってた、はい、分かる、ね、だからそれはもうやっぱりこの歌のない歴歌謡曲の頃の演奏がラフで好き、うんうん、なんか深夜のさトラッカーが聴いてそうな感じだよね、うん、ね、よくあの深夜のほら歌のない歌謡曲とかよくかかってたもん、うんうん、かかるか、あの時にかかってたんだね、で例えば瀬戸の花嫁なんて聞くとわかるけど、うん、会長時々、うんうん、メロディーの認識がオリジナリティになっちゃう時があって、うんうん、このテレキャスターのフェンダーテレキャスターのアーム付きの白いボディのジャケットに、はいはいはい、セットの花嫁に入ってるんだけど、うん、間違いなく一番最後のところが、うん、3コーラスかなんかやってるとしたら、うん、一番最後のところが全部それじゃないよってメロディー違うよってフェイクしてるんじゃないの、違う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 、違うんだ、うん、全然に間違ってるだけなの、 A ダッシュA ってなるところで、最後のメロディーの締めの部分が、こっちのメロディーもう一回次行く前のところがもう一回来ちゃってる、あ聞いてみてください、面白いです、ね、あとそなんか何曲かありますよ、会長があのあこれこういう風に認識しちゃったのかなっていう、あまあ触ってる曲の量が半端ないからね、響きの部屋なんかもあのえメロディーここじゃないのにっていうのがあるね、まあ、それが面白いんだけどさ、あすごい今のああだって触ってる曲の数が半端ないじゃないですか、1枚のアルバムにあれって何曲に20曲ぐらい入ってるんですか、じゃあ10曲が2枚で20曲やってた、20曲やってた、2枚組、それ2枚組が10何巻ってあるわけでしょ、ねえとんでもないとんでもないですよ、それなんかだって企画もんなだけだもんね、5年ぐらいやってたんじゃないかな、ねえ、50年それでクラシックものと民謡ものがあってって、ああ、バケモンズ見てるよ。52、3年までやってたか。はあ。だから8年ぐらいやったのかな。会社は10年って言ったような気がするけど。それとだから並行して例えば民謡ものとかそういうのもやってたわけでしょ。すごいよね。一番出した時に年に20枚ぐらい LP 出したんですか。とんでもないな。ね、しかも今の録音とかだったら取り置きができたりとか差し替えができたりするんだけど、昔の録音だったら本当半端ない手間ですからね、うん、本当に、まあまあ、あの人のはせーのって合わせて、まあ、ワンショットだと思うんだけど、3回やって、うん、で三田君はさ PA の、うん、もうリハーサルの段階から回しとくんだって、ああなるほど、で三田曰く、うん、リハーサルの時が一番うまい時が会長よくあるんですよ、はあ、それを生かしちゃう、ああなるほどね、で、あれ PA やってたじゃん、あやってましたね、会長が音乗ってくるとデカになっちゃうって、うん、そうすると、下げるわけにいかないじゃん、まあそうですね、で会長が下げる分にはいいんだけど、うんうん、こっちから下げるわけにいかないから会長の音をモニター回数を大きくするんだ、今度会長が下げるんだって、面白い、面白いな、面白い、ね、うん、って言ってた、それで当時はオープンデッキでカラオケ回した時に話をしながら読むんだって、うんうん、次これが何とか、うん、セットリストとかない時あるから、はいはいはい、これかなこれかなってと、その話をしながらよしこれだと思ってると急に話を変えて違う曲に持ってかれちゃったりとか大慌てだと、会長がこっちを見てにって笑うんだって、いたずらっぽいな、ね、おいたずらっぽい目が
とてもスペーキネットになってました。誰だっけそれ。由美かおる。あ、そうじゃないですか。それや、今日はあれですよ、徹子の出かけにね、徹子の部屋テレビでやったんですよ。誰がやった。あのね、今日はね、死んじゃった人、そうそう、死んじゃったって、あの A 六助さんと、あの、あの人の中村八代、そうそう、の作品を歌った人たちが出てた。うん、特集でね。坂本九も出てた、うん、もう出てたかな。もうそこまで見られなかったんだよね。ああ、これちょっと撮っといてよ母ちゃんとかって言って出てきたから。とまあそんな感じです。あの A 六助さんとかあの辺の曲とかっていうのは会長はやってたんですか。やってたね。上向いて歩こうとかやってたし、やらざるを得ないでしょ。ああ、メガヒットだ、ね、京都大原三千院ってあのハマりのいい言葉、うん、はいはいはい、はい、抜群だなと思って。素晴らしいです ね、 ね、 ね、僕はデューク・エイセスの歌でね、うん、覚えましたけど、子供の頃、日本なんとかアマガエルの歌みたいな。そう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 、筑波三六男性合唱団ってやつね。今でも空で歌えるもんね、大好きで。あんなの別に歌えても大したことない。やかましいわ。好きだったの。これはやっぱりあれだな、青空給仕工事のゲロゲールのがいいな、それだったら。、うん、ね、懐かしい、いい話ですよ。会長、そうですね、はい、これです。はい、これ今急ピッチで作っておりますが、はい、はい、いつでも、はい、1240、はい、はい、注文ください。1240注文どうぞ、うん、もうだからもうお金をね、子孫に残そうなんて絶対思わずに使い切っちゃってください。と思いますよ。残すまでも金がない人が多い。あらら。ね、かといって、うん、4本頼むわっていう人もいたり。おお、いろんな色をね。すごいですね。やっぱ遺産なんかね、残さない方がいいに決まってるからね。まあまあまあ、うちなんか何にもなくてよかったよ、うん、本当に。本当に喧嘩にもなんないもん。なるほどな。大事だね。うん、本当本当。だからむしろ前より仲良くなったんね、兄弟仲。本当。本当。諦めたってこと、みんなで。そうそうそう、みんなで諦めた。なんだっつってね。まあそれでいいんじゃないかなって思うけど。了解、はい、で、なんか8月の21、22で、はい、元センチュリー、8月の21、いつもビアパーティーやってたの、やってましたね、今年復活するみたいで。お、素晴らしい。で、俺とジーンズベートで、うん、ああ、いいじゃないですか。今じゃあ、あの、はじめちゃんも来るってこと。え、はじめちゃん来るの。何言ってる。ジーンズメイトだったら、うん、まあな。っていう感じなんで、また、はいはい、あのチラシとかできたら、はいはい、ボカンとやります、ね、はい、楽しみですね、はい、ね、で収録してそれもまた配布しようよ。こんな感じです。はい、こんな感じで今日はちょっと懐かしい話で、あ、曲が聞こえてきた。ドンタタ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 、これさ、はい、この曲が俺だと日本史30周年とかその辺の時に、ね、ラジオでやったんだけど、うんうん、あのスイートなんだかビターなんだか、スイートビターサンバ、サンバ、うん、本当テーマ曲違った曲だったらしい。そうだね。でそれで当時ほら頭出ししとくじゃん、あーターンテーブルのね、はい、ポンってやって、うん、キューでポンって出る、うんうんうん、プレイヤー、はいはいはい、もう悩んでならない、いいやつ、うんうん、あれが ディレクターなり、あれが、うん、違う曲のところに乗っけちゃった。間違えちゃった、溝を間違えちゃった、ね、私は曲書けないじゃん、うん、あ、そうですね、キュッてなったらちょっと戻すんだ。そうそうだよ ね、うん、こうやってグーンってやってて、キュッてなったら出たって言ったんですけど、ちょっと戻して、うんうん、で急出しされるとポンって出るように置いとくわけ。ああ、そのいちいちこうやってせーので乗っけないから、ああ、うん、乗っけてあるわけ。だから何台かあるわけじゃんね。はいはいはい、そうよね。違う曲かけちゃったらしい。あの曲じゃなかった、そもそもは、うん、で、もうしょうがねえじゃん、うんうんうん、で、あの曲が
テーマ曲。なるほど。らしいです。へ、開口録で言っております。面白いですね、うん、そういうね。案外世の中ってそういう、なんかね、間違いっていうか、そういうところを聞きたければ、うん、歌のない劣化用曲を最初から聞き直してください。ああ、うん、ここ合ってねえじゃんそれ面白いかもしれないね。今だからこう見て見つけられる発見というかね、そんな感じもしますね。だってサスライのギターで、うん、新庄さんのベースのやつで、スタジオ録音のやつなんだけど、タカタタカタタタカタタカタタタタドゥン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 って、あれだよ、マイナースケールで降りるんだから、ドゥン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 ってメジャースケールで降りてるのなんでドゥン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 って B フラットマイナーになるところ、ドゥン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 って降りてるんだよ。ドゥンドゥンドゥンじゃなくてメジャースケール最高。そういう発見も面白いですね。面白い面白い。またね、今はデジタルものになってるのも結構あるんで、聞いてみたらいいと思いますよね。ね、本当に。あのエザルダイエレキ曲、エレキアイオ曲がもう最初から聞くと、うん、あんまりもう興味なかったんだけど、買った頃は、今聞き直すと、最長いいなって思います。はい。今って購入するにはどこへあれしたらいいですか？ん？ CD とか。ないよ、もうないんだよね。で俺が全部持ってるっていうだけで、ああ、はあ、それを渡す気はない。ないよね、それはもちろん、うん、でも録音してくれって言ったら、うん、嫌だっていう面白いから聞くといいですよひどまあ YouTube に上がったりしてるのもあるのかもしれないけど、あどうだろうな、少ないな。 YouTube に上げるセンスの人はいないと思う。ないか、うん、ないですね。ていうか特にね、雨のエアポート、オーヤフィーフィーの、オーヨニラニラって呼んだんだよ。オーヨニラニラ、ね、オーヤフィーフィーの雨のエアポートの新庄さんのベースはもう抜群にどっか行っちゃって面白い、本当に、あ、もう伸び伸びだなこの人はって、いう、もう本当に聞かせたい、すごいですよ。面白いですね。原曲も聞いてみたけど、うん、原曲も結構遊んでんだけど、新庄さんの日じゃない、あれ本当に人事なんだろうな、あの人ってそれも面白いですね。まあ、でもあの人のベースだとやっぱりこうグイグイケツをこうまくられる感じがするの分かる、すごい、ベンチャーズでぶっ飛ばせんなんていう3枚組も最初に出たけど、でもあれも面白いよね、荒くて、いいっすね。2番ギターと3番ギターのパート分けがもう一緒のことやんないみたいな分け方、やっぱ打ち合わせとかしてたんですかね当時。そうか、もうこの通りやれっていうことじゃない。ああ、だってきっと学校みたいだった。昔はじゃあ、 あのアレンジに関しては徹底的にこう会長の仕切りで、絶対に一言も言えない。ああ、やっぱりね。俺楽屋で、あの新しいのこれ出るんだよ、俺会長この曲とこの曲嫌いなんですよねって言ったらえなんて言うから、俺例えばこの曲なんかやってると早く終わんねえかなって思いながら、でも売れた曲だからやるけど、それがパイプラインだったんだよで俺が、会社も嫌いな曲ないですから、俺だってお前あるよそれそれはメンバーの楽屋行って、菅原さん、当時菅原さんが、磯住さんたらね、この曲とこの曲が嫌いだって会長に言ったんですよって言ったら、内田満君が、え、会長にそんなこと言ったんですか、え、だって嫌いだもんって言ったら、え、それ絶対言えないなってわけ、なんで言ったら、アレンジと選曲に関しては一切言ってはいけない、暗黙の了解があったらしいだけど俺は、え、だって会長も嫌いだって言ったよえ、そんなこと言ってましただからさ、それはあの会長がいかに一さんが可愛かったかっていうことだと思うよ。いやいや、そんなこともない。いや、俺そう思うけどね。まあ一回出禁も食らってるしそれはだいぶ後の話じゃん。で、ネクラヘビを怖がらんだなネクラって言っちゃダメなんだよ。ダメだよ。
めくらヘビを めしとかって言うとなんとなく文学的なんだけどさ、それだと一応 OK みたいな、ね、今日は GT1 があと16台、はい、急定価で出しますよという、はい、というお知らせの、これが終わったらドーって来ると思う、ね、ああそうね、もう10台ぐらいになったら、あ、値上がりですっていう分かんないからね、言ったってまだ16台あるって正直に言う俺も俺だけど、まあそうね、うん、ではよろしく、はい、まあそんな感じで、はい、また来週、バイバイ。